はい、ございます。はじめまして、はい、最初心です。原由里香です。お願いします。今回ここザ・ロイヤルゴルフクラブで開催されるミズノオープン、5月24日から27日まであります。で、その応援企画として原由里香プロと一緒に今日は談話します。このコースの良さとか、まあ、戦略性だったり、いろんなことを伝えていけたらなと思っています。まあ、何より楽しく今日は回れたらなと思いますので、よろしくお願いします。では早速ラウンドに行きましょう。今日はなんと全部ドライバーからパターまでミズノクラブでやります。ちょっとまだね、打ち慣れないのでいろいろあると思うんですが、温かい目でね見守ってもらえると嬉しいです。頑張ります。イナバウアーしてたよ、ゴルフ場で。2人でイナバウアーしよう。めっちゃ面白い。プロから、はい、私からよろしくお願いします。お願いします。背が高いね、173もある。お願いします。よし、行こう。原由里香プロはまだ19歳なんですよね。はい。ゴルフはいつからやってるんですか。10歳の時からやってます。10歳、はい、きっかけは、きっかけは母が好きで、競技、エンジョイ、競技じゃないですね、エンジョイで好きで、はい、じゃあまあ行くかみたいな、練習行くかみたいな感じになって、なんかついて行ったら、なんかもともとあんま球技が得意じゃなかったんですけど、うん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 、当たって、楽しいって言ったら、もう毎日小学校とか迎えに来てて、練習行くよみたいな感じになっちゃって、お母さんもなんかついでに自分も練習できるしみたいな、娘も楽しいって言ってくれるしみたいな。じゃあどんどん話聞いてきますんで。110、110、110。右のバンカーだけで、まあ、奥こぼしちゃうとちょっと難しい。手前の方がいい。はい。穴掘っちゃってました。昔から結構スチール使ってるんですか。そうですね、もう中学、小学生の、はい、初めて試合に出た時に、同い年の方がスチールかっこいいの使ってて、私も使いたいって言ってじゃあもういいなから、はい、いいなからです。
しやすいかも。お母さんの影響でゴルフを始めて、いつからそういうなんかプロじゃないけどもう夢はプロゴルファーみたいな感じになったんですか？結構最初から最初からお前プロになるんだよみたいな、言われて、なるって言ってなんか自分でこう言っちゃったらもうやり遂げないと嫌な感じなんですよ。なんか最初にそう言ってしまったからもう練習も頑張ったって感じです。でもなんか他のスポーツは逆に結構不得意。不得意でした。なんか例えば走るのとか。走るの好きじゃない。走るの好きじゃない。走るのが好きじゃない。じゃあなんか物で何かをテニスとか。あーもうダメです。ダメ。でもなんかゴルフを始めてからなんかいろんななんかスポーツやりましたけど昔よりはできるようになってる。運動神経養えたのかなみたいな。ゴルフで。ゴルフでね。はい、まあ今日はせっかくなので私も水のオープンそんな詳しくないですし、まあ花ゆかちゃんも女子プロなので水のオープンについて学びたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。水のオープンとは、はい、全英の道水のオープンといいまして男子ツアーのトーナメントです。はい、男子ツアーは、国内は4月から始まりまして、水のオープンが6試合目になるトーナメントです。で通常優勝が決まるっていう以外に、はい、上位の選手4名の選手まで全英オープンに出場ができるという。4名も、はい、すごいですね。1位だけじゃないんですね。1位だけじゃないです、まあ、メジャーにつながる大会をこちら世界基準の、ザ・ロイヤルゴルフクラブで行うというのが今年に入っての一番の特徴になっています。すごい切符をかけた大会ということですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。木の上行くんですか？どうしようかな。奥の木ね。うん、はい、桜の方向です。桜なんだ。ナイスショー。何割ぐらいで振ってるんですか？10割。嘘。本当ですか？本当は7とか。そうですね、7ぐらいで振ってますけど、フォローするは10割。フォローするは10割、やっぱりコースに出ると小さくなっちゃうんですよ。スイング、はい、うんうん、やっぱり7割とか合わせていくじゃないですか、うん、それをこの間小平聡さんとお会いした、はい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 、俺は絶対振り切るみたいな、言われたので、やっぱ練習の時はやっぱ10割でこう打ってるんだから10割で寄ろうっていう、あ、はい、思考です。思考でね、はい、練習場でそんなにやるんだからそのまま行けよと。ナイスショー。吸い込まれてた。5番。いや、7番。ちょっとプッシュかな。プッシュかな。はい、ちょっと押した感じです。押します、結構グリーンが大きい。うまい。出た。お、早く出ました。ナイスです。めっちゃ上手。ちょっとどの辺に落とす感じですか？ここちょっと段になってるんで、あ、この辺かな。この辺からコロコロいっぱい、はい、うまい。めっちゃうまい。
すごい。ナイスパー。あります。あー、バンって打っちゃった。バンって打っちゃった。あー、打てないね。はい、ありがとうございます。真ん中に鉛筆が入るシステム。うん、初めて見た。ここはカバヤさん の, あのゴルフ場なので、おはよう乳業の商品がたくさんある。すごいすごい。これがいいです。これもここなんですか。私これいつも食べてる。いつも食べてる。はい、まさかのいつも食べてる商品がここに。いただきます。うん、あ、やっぱつぶつぶが大きい。大きいですか。いただきます。ストローが太いから、もしかしてつぶつぶが大きいのかなと思ったら。プロとドライバーを見たらヘッドが違いました。 MP? MP です。こっちは GX、うん、こっちの方がなんか高弾度。高弾度。こっちはどういうタイプの方に向いてるんですか。打ち込みたい人。打ち込みたい人、はい、なんかサラーンって打つタイプではないかな、ずっとみたいな低く押していくみたいな。押していくみたいな。でもこう水野ってシックなんですね。すごく。そうですね、全部黒い純正なんですけど、真っ黒なんですよね。かなりシックな、かっこいい感じのクラブです。一番左のバンカー越えるのにキャリーで220ですから、はい、余裕でいけるとは思います。大ジャンプ。なんと全長8700ヤード。やばいですね。やばいです。女子プロの試合だとだいたい6500前後、長いと600とか。はい、700が最高だった。へえ。でなんかその8700ヤードも今までの試合の中では最長らしくて、だから結構男子もね難しいんじゃないかと言われておりますから、どんなね試合が繰り広げられるのか。私は左に一旦打ってきます。私も打ってます。小振りでいいかも。待って待って待って、まあまあ大丈夫です。すごいよ、ここまで飛んでんだよ。狙っちゃう、うん、すごい。500ヤード狙えると思う。わかんない、息入っちゃうかもしれないですけど。クラスが違います。それはそれで、それはそれ、はい、でもやっぱ試合とかでも、はい、それはそれって思ってやっぱ行きますか。初日なら。あー、なるほどね。最終日ももう行くしかないって時は行く、絶対行きます。あ、キャディーさんに止められたりとかもするんですか。絶対止めないでほしいです。行けと言ってほしいみたいな。全然問題ないでしょ。行ったんじゃないですか。あー、行く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 。わー、乗った。すごい。あー、しかも寄ってる。うん、ナイスショット。ナイス、大丈夫だ。完璧。ありがとうございます。よかったよかった。まだ打ちやすい。よく行きましたね。こんなにできてるのに。そうだね、アプローチは近く立つ。さっき見た。G は A と P の間。間違えた。S と P の間って言ってました。イーグルチャンス。イエーイ。イーグルチャンスですよ。あ、やばい。やばいよ。頑張れ。
完璧やばいわすごかったねすごい皆さんご視聴いただきありがとうございました。水のオープンが5月24日から27日までザ・ロイヤルゴルフクラブで開催されます。前売り券の入手方法は概要欄とコメント欄から皆さんチェックしてください。私も当日応援に行きます。皆さん YouTube のチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。ではバイバーイ。